当に金持ちはもうレンタカー借りてくるでしょ。縛られなくて、もう嫌だった。俺一回だけ行ったことあるんだけど、ツアー。絶対もう二度と嫌だと思った。とにかく世話しない、ツアーは。毎回毎回忘れ物したんじゃないかっていうあれだよな。ツアーだとさ、普通になってもさ、トイレ逃げれないしね。うん。でこうやって木張れないしね。あ、木張っちゃうしね。うん。これだらしなくできないから。これはやだ。ツアーは絶対二度と行かないと思う。他人と同じ空間がしんどい。うん。汚い足をね、なんか上げてくるやついるんだよ。うん、いたんだよ、うん、このなんか飯食うところのつけボンって出してっていうジジイとかいたから汚い、気分悪いな。匂いが漂ってきそうみたいな感じになるわけよ。うん、わかるでしょ、だいたい。っていう経験してるから臭くないなっていうのが、東京利用があんまり好きじゃない。まあ、電車だったらまだいいけど、うん、バスとかできてるね。うちバスしか手段なかったもん。ああいう、なんだろう、金地バスかあるのはいいよ、まだ。じゃなくて、もうツアーのバスとか、高速バスとか。いや、そんなことない。でも、高バスは本当に人の気配がダメで全然寝れなかった。うん。会社の貸し切りとかそういうのはまた別だけど。貫徹状態で朝を迎える。また別のことじゃない。そういうのは全然いいんだけど。そういうの以外だったらね、ワンね、最終的にね、快適さと時間を金で買ったから、うん、新幹線が一番いいや、結論。ほんの数千円の差だったら快適さを取る。その代わり泊まる宿を安いのすればいいんだよ、ビジネスホテルとか。寝れればどこでもいいかったから、私あんまこだわりない人間なんで、泊まれるとこ。電車って借りられんの、あれ。いいのもあんじゃん。ああ、また一回ボイスカードで借りて、あつさ行った。貸し切りっていうのはあるよね。うん。あ、車両貸し切りだから全部じゃないかな。うん、うん、一両まるまるとか。いや、全部借りて。いや、そんな利用客いたんだ。じゃあ参加費どれぐらいだったの。6万とか7万かな。うん、あ、10万くらいいったかな、覚えてない。ちょっと覚えてない。え、だって1週間いるんだ。1週間でキャンプ生活で超辛かった。スパートよくわかんない。まあ、サバイバルだ。何をしてる団体か最初全然わかんない。自衛隊までいかないけど、まあ、どんぐらいのもんよ。申し訳ないけど、最初変な仕送りになってました。関わっちゃいけない系統かと思う。ないない。一応もう騒いわけ。自衛隊まではいかないけど、それに近いサバイバルで山の中で、そう、過ごしましょう。でもさすがに狩りとかそういうのはしないよ。狩りやったらやべえよ。
そうね、でも いじるそんなに選べる人もいなかったけどね、先輩とかは。何が？一応上下関係は厳しいっていうのあったけど、だからといって、そういうスタートね。うん、そんなのがあるの面倒くさ。だけどだからといってそんな調子に乗ってるってもなかった。面白かったよね。どこ？167。まあ、楽しんでやれるのが一番だよ。ハンバーガー食いてえなと思うんだけど、このナゲットで良かさ。忘れちゃったけどね。あれ今3店舗じゃないの？え、今1店舗しかないじゃん。駅前？え、2店舗あるじゃん。どこに？あそこの昔からあるところと、あの、あそこ、バシラ、あのギーゴの上のところ。え、上にあったっけ、まあ、うん、あ、ギーゴの向かいのビルの2階、あれ、あー、埴輪の、そうそうそう、最近できた。うん、まあ、そうじゃなかったし。まあね。この映画館もあったのにな、2つ。